もう3週間くらい前にいるんですけど、10月のですね、1、2、3、4、5ぐらいにですね、東京行ってました。ですね、で東京のですね、ホテル、ロズマってですね、めちゃめちゃ安いんですよね、今。でですね、そのホテルのですね、ご紹介をですね、3件していきたいと思っております。それでは、よかったら動画見てください。どうぞ。銀座グランドホテルというところでございます。こちらもですね、実は2600円という格安で今泊まるということで、今3階の326というところで、部屋を取っております。大きめのバスタブがついてたりしますね。いい感じだと思います。これで2600円ですね、今日金曜日の夜ですが、まあ、そんな感じで、今日はここに宿泊したいと思います。
はい、今回は6階の部屋でございます。614ということで向かいたいと思います。614こちらですね。禁煙の部屋、喫煙の部屋を取っちゃったみたいですね。タバコの匂いがしちゃいます。まあいいや。はい、という感じでこちらも、うわ、ダブルベッドですね。縦にも横にも寝れそうな感じでございます。で、開けてるという感じでございます。で、テレビも大きいテレビがついてたりしますね。ここ大浴場があるっていうんで、ちょっと選んでみました。あんまり関係ないと思いますけど、大浴場の方に行きたいと思ってます。